出せてもらいます、はい、ということで。さあスタートホルビーでスタートしていきます。そして対するはジラーチ池田隆弘選手 VS 寺田ケイト選手、9勝同士の戦い。ジラーチスタート、寺田ケイト先行です。火打ち石使います。さあ火打ち石使って一気に手札にこちら炎エネルギー増やしていきます。あ、まあ、おそらくズガドーンですね。そうですね、こちら火打ち石を使ってきたということはもうほぼ確実でしょう。さあマットパーティーに期待する声も増えておりますが、高校を取ったのもいいですね。これライバルさん、ズガドーン対マットパーティーの対面ってどうなんでしょう、はい、どちらが有利とか。いや俺やったことないんでわかんないですけど、なんか体感的にはマットパーティーの方が有利な気がしますけどね。まあ、普通に打点の準備、まあ、打点出せるように準備してもう毎ターン殴ってったら、まあ、そのサイド6枚取り切って勝ってるんですけど、ズガドーンがその意外と殴るのが結構攻撃するのがまあ難しくて、そうですね、まあ、溶接こう使ってたり、まあ、手札に炎エネルギー抱えたりしないといけないんで、うん、意外とその要求の札が多いんですけど、マットパーティーが1回準備できればもうエネルギーだけ張ればもうどんどん攻撃していけるんで、そうですね、うん、序盤の動きがどれだけ作れるかどうか。そうですね、お互いそうだと思いますね、はい、そしておそらくコンボ、そのプリズムスターのジラーチも入っていると思いますので、うん、そこでまたターンを早めていくということも可能ではないかと思われます。先にしかも高校ですから本当に先に動ける可能性が十二分になりますね。ビッグボール使います、すみません、はい、そうですね、ズガドン側確かに技を使い続けるのは結構難しい、振りそうな面もあって、はい、相手にジラチプリズムスターのコンボとかもあるので、はい、まあ、どうやって攻めていくかですね。例えば最序盤にすごい HP が高いポケモンを置いて1匹でサイドを 3,4 枚取りに行く、でシラマンドリザードなどに見られる高 HP のポケモンで攻め続けるってパターンもまあ考えられなくはないんですけど、ちょっと怖いですよね、やられた時の大きくサイド取られるのが。さあジラーチを再び持ってきました。ちょっと厳しい動きなのかというところ。はい、じゃあ 1,2,3 で、はい、これで 1,2,3、 まあ、最初のズガドンはもうジラーチくるくるして、うん、本当にトレーナーズ集める感じですが、そうですね、使います。ただ、まあ、あのズガドン側もエネルギーをトラッシュしなきゃいけない数自体は、まあ、そんなに多くない、はい、だから溶接工が間に合えば動けそう、はい、で最悪、ズガドン上の技ブレイザーもあるので、確かにちゃんと当たればですよ、当たればですけど、はい、1つのエネルギーでサイドを取れる番も作れるかもしれないっていうのは1個ありますね、はい、ただマットパーティーが本当に HP 少ないですかね。さあ、うう、うん、置いてきました。じゃあ、プレッシャーをきます。いや、相手のデレンネに対してなどプレッシャーをかけていきますね。この番育てたのはウですね。おっと、さあどうだ、まあ、ウもマットパーティーが出した、まあ、デレネ GX だったりを掘り逃さないっていう意味では強かったり、あとはマットパーティーを持ってるポケモンを気絶させるっていうことでトラッシュを増やしたのを避けれるっていう意味では、もしかしたら寺田選手はそうですね、望んでウッを掴んでる使っている可能性はありますよね、はい、さあダート自転車、まずはデデンネ1枚目、マットパーティ ー, スーパーボール、マットパーティーと技名を持つポケモンがトラッシュにあればあるほど威力が上がっていくマットパーティーです。かける20ダメージ出すことができます。さあスーパーボール、何を持ってこれるか。いや、見えてますね、デデンネになるかクロバットになるか、しかし相手にはウッがいるというこういったジレンマがあります。さあこれホルビーにしましたね、はい、選択はホルビーです。まあ、ウーブイ100スピードシュート160点しか出ないんですけど、はい、なんか望遠スコープとか考えるとあんまりクロバット V もベンチに並べたくないです、ね、なんか最近は結構入ってるって聞くんで、それで届かせていく。 なるほど、それはちょっと僕もねデータ不足にある、はい、結構ズガドーンに望遠スコープ入れてる人もいるかもっていう。あ、そうですね、はい、すごいな、それは。いや、有益な情報ありがとうございます、はい。見ていきますと、ホルビーマットパーティー、さあこちら山札チェック、ジラチプリズムスターちゃんと入ってますね、うん、入ってますね、やはりコンボ、うん、あとはバリアードが落ちなければっていう、はい、バリアードも確か山札にあったと。そうですね、まあ、なんか、はい、ジラチプリズムスターが落ちるよりバリアードが落ちる方がしんどいですからね。確かに、ジラチをむしろ落ちたら、むしろ落ちたらもうそれはもう、あ、まず仕込まなくていいか、やっているじゃないか。でも最後まで引けなかったら意味ないんですよね。うん、なんでそれ。ホミカ使います。はい、どうぞ。さあホミカ強いですね、デレンネと。まずはバリコールを捨てての6枚ポケモンを捨てて、その枚数かける3枚山札を引くことができます。これで山札かなり潤沢になって、やっぱスーパーボール使います。スーパーボールを使ってさらにポケモンを引いていきます。
とにかく大量のポケモンをデッキに入っている、そんな状況です。さて悩むメタモンが一瞬見えました。さあメタモンで考えているのはやはりアパチャ代わりになってくるのかといったところ。メタモン持ってきます。さあメタモンを持ってきました。出します。ホルビー出せます。はい。さあホルビーが出る。無限大の対面したときになんかケケンカニンを使う、はい、ファイトアローンのケケンカニンを使うためにメタモンプリズムスターを使ったりは、まあ、することありますね。確かにありますね。ケケンカニンで到着点しっかりと倒していくという戦い方も、まあね、あまた単純にヤバチャより HP10 高いってことを考えると、あのヤバチャを単純に入れるより、まあ、ミステリートレジャーの対象にならないんですけど、そうなんですよ、まあ、そこがいいっていう考え方もできます、ね、なるほど、まあ、なんかジグザグムの感触エットとか1枚要求枚数増えるしちょっと変わったりするかもしれないですね。さあマットパーティー、ここでトラッシュにはマットパーティーポケモンが4体。おお早い。これでしっかりとジラチ倒していきます。さあ4枚でジラチ倒します。マットパーティーさあサイド1枚取っていきます。サイドにヤレウタンが1枚、まあ、これサイド先行した方が基本的には強いですからね。そうですね、まあ、こうなるとさすがにこのターンは絶対サイド1枚は、まあ、取りに行きたいですよね。なんとしても取っていきたいが、しかし現在ちょっと厳しい手札にもなっています。それウッフで行ってウッフが次の番技耐えればまだペース戻せるかな、はい、いや一気にもういきなり80ダメージが出せてしまう。そしてこのダメージは下がることはなくどんどん上がっていくという強さ。さあありますさ、そして火打ち石で炎エネルギーどんどんと手札に入れていきます。なんか因果関係あるか分かんないですけど、はい、上位タグの人レアリティ高いですね強い人ってデッキすごい綺麗だなって思ったりします。いや、 あのやっぱりおしゃれというか着飾っているドレッシーにしていくという、まあ、いやなんか言ってましたよ、なんかレアリティ上げるのはスーツ着るのと一緒って。なるほど、清掃って言ってましたおしゃれそういう考えの人もいるいやまあそれは自分のモチベーションを上げるという意味で、まあ、そこはありますね。他者に押し付けるとかではないと思うんですけど、うん、いや一個気持ちを上げるっていうのはあるかもしれないですね。そう、あの実況としては一瞬迷ってしまうんですよね。あれってこのやれうたんかっていう。ああ確かに確かに、ね、ウルトラレアのやれうたん。そうそう。ああって思う。ちなみに僕はレアリティ上げないですね。あそうなんだ。まあそのイラストは統一します。デッキに入ってるカードのイラストは全部同じにするんですけど、まあレアリティは上げないですね基本的には。説明を使います。レアリティ統一したいんですよね僕も。あの左下のエキスパンションマークとかも全部揃えますから、ね、はい、あすごい、それはすごいなんかこだわりエネルギーもそうですね。博士の研究もレアと光ってないの混ざってるの僕はそうか、博士の研究だちゃうんですけど、それは僕の価値観だと人には押し付けないですよ別に、ね、はい、いろんな価値観が、まあね、せっかく1枚だけ当たった結構いい感じのレアリティのカードを、まあ、その当たったからっていう思いで1枚だけ入れてるみたいなパターンとかもあるんで、なんか等しいですね。あえてバラバラとかレアリティ、そういう人もいますからね、僕はもう本当あるものをあるものをどんどん使っていく感じですね。なんとか、はい、さあウッがここは上がってきました。まあどこ取るか、うん、そうですよね、まあ、マットパーティーを避けるのかな、うん、普通に。さあウッ HP が200ありますので、マットパーティーで倒すためには10枚、うん、トラッシュに送らないといけない。結構要求は高いところですね。前倒しましたね。エネルギーをやっぱり取ることを優先したのかな。でもやっぱりこう見ると炎がきつそうですね。炎がってやっぱ殴るために毎ターン溶接口を打たないと攻撃できないんですけど、はい、まあ、溶接口サイドにも1枚ありますし、さっき1枚使ってたんで、そうですね、毎ターン打つのどっかで絶対止まりそうだなって気はしますね、うん、さあこれでアパッチャーが前に出ています。トラッシュにはマットパーティーが今度は5枚、ミステリートレジャーことで落とします。はい、まあ、ホミカで結構強くカードを引いてたので、はい、エネルギー自体は池田選手持ってそうなんですよね。そうですね、持ってるんで、はい、さあどうなってくるのか。お願いします。もう手札もかなり潤沢にあります。さあサイドお互いに5枚ポケモンカードゲーム、サイド6枚を取り切った方が勝ちとなります。さあジラッチがトラッシュしちゃうからなのかな。なるほど、で、はい、博士の研究使うためですね。後で回収ネットで拾ってあげようの精神ですね。そうですね、これやれうたなどなどがありましたら一瞬逃げることも可能だったんですけども、
ただエネルギーは持ってなかったみたいで、やっぱりスピットシュートを打ったこと自体、そのエネルギーついてるホルビン打ったこと、はい、あ、エネルギーつい、はい、今ついたのか、今つきましたね、強かったですね。トリプルがついております。そしてこれティーパーティーで1枚トラッシュに送って2枚引くことができます。さあスーパーボール7枚見て、今7枚ですかね、バットパーティー、トラッシュにあるバットパーティーのポケモンの枚数、はい、あとは3枚ですね。いやでもなんか厳しそうですけどね、あと3枚落とすの、うん、ここはウグに耐えてもらいたいですよね。ただ寺田選手もこのウグをもう一回溶接工で育てなきゃいけないっていうのが、はい、ハードル、そこのハードルは相当高いと思います、うん、ジライチプリズムスターピョイって倒しちゃいたいですけどね、はい、まあ、これはちょっと何かを焦ったプレーになっちゃうかもしれないですけど、確かにヒットシュートでジライチプリズムスター倒せば多く取られることは心配なくなるんですよね。ただ置いてあるということで本当に要求が高くなっているので、さあこれでスーパーボールでホルビーを持ってきてホルビーを置きます。さあマットパーティー7枚とりあえず削っとこうみたいな、140ダメージですね。さあまずは気絶は免れた形、まあ一旦これでサイドペースを5分にできる、はい、なんでまあここはもう攻撃してしっかりサイド1枚取っていきたいですけど、溶接工が打てるか、いやー入れ替え、入れ替え、ジラーチ溶接工入れ替えみたいな。さあ手札はかなり潤沢、まあ、まず持ってポケモン V やポケモン GX はお互い置きたくないと思うので、そうですね、ウウは出ちゃってるんですけど、ここでデデンネとかもちょっとね、うーん、難しいところではあります。入れ替え使います。さあここで入れ替えでジラーチお願いしますと願い星1枚サイドに来てるのがちょっと悲しいですね、はい、そこ引けるか。さあ上から5枚見て中から取れなず手札に加えます。どうだ、かなり考えるところ、手札とともに相談、回収ネット持ってきました。さあコメントでも解説ありがとうございます。クリックボール使ってこのエネルギー捨ててきます。さあここでベンチ持っていくのは何でしょうか。そうですね、トラッシュのマットバディの枚数の名前でしょうか、まだわからないかな。さあ相手の威力を見ている、これはレシラム&リザードンあたりで耐えられるかという話になっ、大型ポケモンでどれだけ耐えられるか。ファイアロー V が入ってるのがちょっと見えましたね、ちょっと特徴的ですね、はい、おー、なるほど、まあ、おそらくファイアロー V のスーパーレアだったと思うんですけど、うーん、最初のターンから手札を回すことができるというそんな技を持っていますファイアロー V。 さあ、ま、今時間残りなんだ、対するは、はい、さあ時間はちょっと半分過ぎた状況ですね。さあ寺田ケイト選手かなり悩んでいる状況、いやどうですかこれ、んー、やれることやることとしては、まあこの目の前のホットレスを一撃っていうのはちょっとこの番だとズガドーンブレーザー当たる以外はないんですよね。で再度取り進めたいっていうのは一個あると思うんで、はい、でもな、ブレイザー打たなそうなんだよな、急所してる選手がブレイザーここで打つのかって僕は僕そうは思わないんだよな。だからちょっと一回遅れちゃうけどそこから取り戻すようなプランを考えていくのかな。さあしかしここでズガドン登場です。さあ1枚つけました。あーでもこれ打ちに行くんじゃないですか。いや打ちますね、サイドに炎エネルギーあったかな、あったはあったか、当たるといいですね。さあどうだ、表になったものが、表になったものが違うか、ちょっとこれ逆に僕らが、僕らから見て裏になっちゃいましたね。そうですね、僕らから見えなくなりましたね。ただ炎ではなかったということで、炎ではなかった、いやこれもだいぶ厳しそうです。5分だいぶ遅れちゃった。ヒートファクトリーでございました、ありがとうございますカメラさん、さすが。5分の2ちょっと外してしまいました、まあでも下から行きますからね、やはり。でも結構クイックボールで山札の炎エネルギーの数とかも見てたのかもしれないですね。そうなるとはこの5分の2あるんだっていうちょっと確信に変えられるんで踏み切れたとか、はい、これならあるかなと、あるかもしれないですね。こちら落とします、はい、さあここでダート自転車、さらに山札を掘り進めていきます。回収ネットを手札に加えた、エネルギーもエネルギーかなり潤沢にある分、はい、今度は博士の研究が打ちづらくなってくるという。サルジーさあサルジエを使って逃がしていくのはおそらくトリプル加速エネルギー、いや、うん、トリプル加速エネルギーを送ってトリプル加速エネルギーを拾ったかもしれない。さあマットパーティー、160点、はい、
これで160ダメージ8枚フラッシュに落ちています。これでじわじわと掘り進めていきます。いやかなりこの池田選手盤石な状況になってます。それに対する寺瀬選手かなり厳しい、まあ、お互い毎晩技を使えてサイド1枚取り合っていく場合は今池田選手が優勢なので、寺瀬選手が逆転するにはサイドを2枚取れるポケモンを倒すとかサイド多く取るアプローチを取る、はい、もしくは池田選手の動きがエネルギー引けないなどで止まるっていう番が生まれるかっていうところが見どころかなと思います。なるほど。さあそういった番を作れるかどうか。リセットスタンプというのが手札に見えてきました。いや厳しいな。さあ厳しいなという声が少し漏れていますけども、まあ、ウグイも詰められちゃってるので、うん、そこでまた2枚多く取れちゃうっていうのが池田選手に一つありますね。そうですね。さあどう動いていくのか。クイックボール使います。さあクイックボール使って炎エネルギーをトラッシュに送りました。これで何があるか。いや踊り鳥持ってきましたね。踊り鳥タムケの前、前のターンにポケモンが気絶していれば3枚山札から引くことが可能です。これは本当は出したくないところ。まあもうでもウブイ置いちゃったからもうここは少しでも攻めに転じなきゃいけないってこともあって、はい、置いたんでしょうかね。さあ溶接工が出ましたねこれで、はい、ただボスの指令2連発でサイド2枚取り2回でストレート負けた可能性もまあ出てきてはいる、うん、相手の勝ち筋つまり負け筋を置いてしまったことにもなります。画面に置きます、はい、決勝使います、はい。そこで炎の結晶を拾ってきて、そして溶接工、さあ2枚ズガドンにつけて3枚引いてきます、うん、まず溶接工が使える状況になってよかったですよね。そうですね。さあポケモンキャッチャーなんかも見えましたね。そっかポケモンキャッチャー、まあ、ボスの指令を打つ場には溶接工を使えないっていう、まあ、当たり前のことなんですけど、そうですね、あってズガドンデッキボスの指令の枚数自体もかなり少ないデッキが多いんですけど、ポケモンキャッチャーみたいにすると溶接工と両立できるので、はい、まあ、ここまで9勝してきたゆえんの一つなのかもしれないですね。さあこれで1枚で十分ですね。火の玉サーカスブレイザーの銃が生きてはいますね、はい、倒していけます。はい、ありがとうございます。さあこれでマットパーティー現在のサイド9枚ですね。ダメージ180。さあしっかりとエネルギー、次エネルギーがつきました。ここで采配サルジエでボスを置いたのかな。どうでしょうかね。さあ中おっと見えていますね。ボスの指令も見えています。まあボスで踊り踊り倒すってプレイもできるんですかね。まずはズガドンをしっかりと倒していく。ボスの指令使いましたね。踊り踊りこれで 2-2 で勝ち切れるパターンが1個、そうですね、生まれてなおのこと池田選手リードが広がりましたね、はい、さあマットパーティーで気絶します、はい、そうじゃなくても回収ネットからバリアードを絡めて別に何前出てきても勝てる状況にはなったので、はい、一気にありますね。ジラチリズムスターが決まれば、はい、さあどうなるか。寺田選手ボスの指令の枚数教えてもらっていいですか。さあボスの指令の枚数、そしてトラッシュに1枚ですかね。これで2枚ですね。さあこの2枚という枚数どう読むのか。まあ、2枚しか入ってないデッキとかも普通にありますからね。もしかしたらもうウブイは倒されないかもしれないですね、はい、もしくはこのミュウツーマインドリポートなどで持ってきて、マインドリポート入ってましたね、はい、そしてヤレウッタン采配で持ってくるという可能性も出てきます。これ巨大なかまどを出し渋ってますね。まあ、結構相手が手札を取らせてできる手段にもなる。そうなんですよね。まあ、この終盤になってくるとあんまり関係ないといえば関係ないんですけど、もうここまで来ればもう出来上がっているという、相手の巨大なかまどでじゃあ、はい、バラルガラルバリコール取らせてしますとか言われちゃう可能性もありますからね、うん、そうですね。いろんなことを視野に入れなきゃいけないですよね、対戦の上で。ポケモンキャッチャー使います。さあポケモンキャッチャーどうだ。ここに来て思ってですか、ね、うん、メタモンで。さあメタモンを前に呼び出してきました。 HP40 決勝使います、はいはい、ヒートファクトリー、はい、ヒートファクトリー、これで1枚炎エネルギーを捨てて3枚引くことができます。ヒートファクトリーです。
これで手札が増えてくる。さあここからなんとか切り返す手段があるかどうか。寺田ケイト一瞬ジラーチを掴んだが、残り時間も5分を切りました。いやしかしなかなか考えることが多い。小説校は打ってますけどね。しかし打つ先をどうするか、まあ、そうするとまず日の玉サーカス大体を倒せないかもなのかな。はい、いや倒せるか。3枚持ってる。クイックボールで。さあクイックボール、これでジグザグマンディスカードします。さあジグザグマをセフラに、まあ、回収ネットジグザグマでもしかしたら頑張ればってのはあったかもしれないですね。確かに何度か打てば HP 自体はそれほど多くないので、枚数と引く兼ね合いでそこは諦めてるのかもしれない、ね、さあレシラム&リザードン、うん、これ一発耐えるポケモンですからね。270あります HP。 この番は何だろう、ダブルブレイズでメタモンプリズムスター倒すんですかね。あでもそれでいうとどうジグザグマを置けば42もできたんですよね、はい、ギリンを、はい、ポケモンキャッチャー、はい、さあポケモンキャッチャーを持ってきます。さあ時間は迫っていますが、ここからのどういった回答。5分ほどと出ています。もうこの画面に出ているあの時間は目安となっておりますので、正確な時間は、ジャッジが終わっております。さあどうだ、さあ時間切れの場合は両者敗北という形になってしまいます。時間切れの場合、高校の最後のターン、高校ここプレイヤーの番が回ってくるまでやって、 そうですね、その番が終わってサイドがお互い取り切れてなかったら、うん、両者敗北が予選のルールですね。そうですね、さあ厳しい、こればかり引き分けではないので、うん、まあ、両者敗北という、ね、敗北というところ混ぜて避けたいところですよね。そうですね、これはお互いにやりたくないところですね。さあ入れ替えてきました。テバリエ、はい、さあ日の玉サーカスで倒しての、うん、マットパーティーを少しでも増やさせないように取り出してのですよね。で最後レシラマンドリザードンで全てを取り切る、うん、まあ、交代もどっかでするんでと思うんですけど、さあ采配、なるほど、さあどうやって手札を切って取り出していった、ヤリウタンが出た再び、とさあ次エネルギーホルビーにつきます。はい、どうぞ。さあどうするか、まあ、はい、どうぞ。これでサルジェが一回解除できますよね、はい、そうですね、博士の研究、はい、さあこれで博士の研究一気に増えました。2枚いや3枚増えましたね。これでトラッシュ何枚でしょうか。ただまあレシラマンドリザードン一撃ってところまで行き、回収ネットとバリアードが見えましたね。そうですね、さあ回収ネットバリアード、はい、出来上がりました、はい、これでサルジェでサルジェで入れ替えて、そしてパントマイムでトップ、こちら一番上が入れ替わります。さあこれでジラチやってきました。ベンチも空いています。ジラーチを取って特製でもう1枚引くことができます。これで池田貴博選手の見事勝利、おめでとうございます、うん。